ワウスクイーン。おはようございます。アローズスクリーンのシーサです、さて本日は大阪府大阪市にございます K パワーズ大阪本店さんにやってまいりました、今日の K パワーズさん開店時間がお昼1時ということで、すでに時間の方は正午を回っております。そしてたった今抽選の方を行ったんですが、今日は抽選番号がまずはこちら96番ですね、前回五反田ですね負けてます。そして今日からはまた次の指名向けての第一歩となってます。いいスタートが切れればなと思う大阪実践です。それではシーサの街道日記第551話よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。さあ行きますか。おはようございます。ほらそうしてる間にもう絆埋まってる。よし、アナザーゴッドハーデスにします。今日はは、い、今日は大阪府の K パワーズ大阪本店さんやってきました。96番目の入場。 K パワーズさんといえばやっぱり大人気の絆、朝座れればと思っておりましたが座れず、今回はですねアナザーゴッドハーデスを選びました。早速打っていきたいと思います。よろしくお願いします。街道日記で朝一ハーデスというのはしばらくなかったですけれども、実践の方はですね昨日生放送でも行っておりましたし、また別の企画でも、アナザーゴッドハーデスの実践は行っておりました。街道日記以外では割といい当たりが最近引けてるハーデス、昨日も BGG、 そしてその後のジャッジメントでは2回のプレミアムオブハーデスといい流れを作って解消。さあ今回は街道日記で結果が出せるかというところですね。ここでチャンスボタンからしました。さあ全長か天国か、ここはチャンスですね。特に大した攻めも出てなかったですけどね。ブルートステージですよね。さあここは保健所にも期待持てると思います。レア役はないですけれども、全長かただのモード下か、欲しいですね。ここで決めろ。ここで当たりそうな雰囲気です。当たり方としてもいいんじゃないでしょうか。さあ稲妻インスはこれが4ゲーム目当たりでございます。327ゲーム投手は47枚の12本でした。最初ヘルドの担当勝てて、これで暴ったら嫌だなと思ってましたけど、まあ割と早めの当たりだったと思います。いい当たりでしたね。さあそして本日最初のジャッジメント、ここはケルベロスなんですよね。参ります。60ゲーム目、ここでレアヤコースですね。あ、継続しました。継続率変わります。時間止まれ。あー80か。参りましょう。何かこうワクワクさせてくれそうな台ですよね今日は。タイミングよくレア役を引くことができません。さあ5ゲーム残り、これで4ゲームです。まあ80から最低でも200枚は欲しいところですけどね。現在189枚と回数的にもちょっと少ないゴッドゲームとなってます。80ゲーム目、
シーサ好きの皆様こんにちは、シーサです。今回皆様にご紹介させていただきたいのが G&E ビジネススクールです。三共フィールズの共同出資、業界就職を目指す唯一の専門スクールなんです。さらに今ならなんとですね、完全就職保障制度と10年間の確かな就職実績がついてくるんです。詳しくは G&E で検索。皆様の資料請求をお待ちしております。怖いですね。進撃目を引けるかどうかですもんね。ロスアイランド行きます。ロスアイランド2128枚。失われてしまう。さあちょっとここからは
口数も少なくなると思います。絵的にも進撃目が出るまではバーンとカットされると思います。打ち始めて数十秒後には多分進撃目が出てるか台を移動してるか、あるいはもうこの台に座ったこと自体テロップ1行で片付けられるかどれかになると思いますけれども、しっかり進撃目出して7が揃えられるかどうか分かりませんけど、ボーナスは期待と思います。さあ、アルマゴトハーネスでは AT 当選が3回ありましたが、いずれもケルベロス、 AT 中の上乗せは今日は一度もできずにちょっともう見切りをつけました。今日はハーネスじゃないなと。そしてロスタイランド2ですからね。赤青かお月様が確か進撃メッセでしたよね。24本ハーデスで投資、この台でプラス2000枚ぐらいになればですね、最高ですね。全ジャメ出てました。あ、進撃目出てました。本当に演出なしで、珍しい。行きます。ちょっと見落としていましたが、見落としておりましたが、ストームタイムでボーナス確定でございます。天国モード確定でございます。進撃目を見落としてましたね。演出なしでも揃うことがあるんですね。すいません、いや、何はともあれこれでボーナスチャンスです。あれ、通常時のストーンタイムはボーナス確定だったと思いますけどね、確か。263ゲーム、最初のボーナス、まあ、配置しかしボーナスですね。いや、でも当たりが非常に良かったです。総投資が35本ですから、こちらの台で11本ですね、追加投資が。さあ、35本、これをまくるボーナス連打となるか。36本です。まあ12本ですけど、12本で当たりが引けたなら良かったんじゃないですか。あとは36本投資があります。簡単ではないな。さあ、1692枚の投資に対してどこまで取り返すことができるか。これで1回目のハイビスカスボーナスが終了です。92枚ですね。参ります。ここは1ゲームでのハイビスカスボーナスです。2発目、ちなみに天国モードでのボーナス確率およそ7分の1ですね。ビクトレギュラー合わせて、まあ、大半がレギュラーですけれども、かなり高確率となっております。よし、ビッグが絡めばまた獲得枚数一気に増えますけどね。これで2回目のハイビスパス、ハイビスパスボーナスが終了です。さあ、1回目、2回目はポンと来ましたね。1回1回ボーナス、1回ホット
らい順調ですね、9回目まで。まあ、前半目出現途中ありましたけれども、なんとか連絡は回避して、さあ、10連目になるか、参ります。そしてゲーム数も29ゲームですからね、さすがにヒヤヒヤしますが、なんとかここはつなぎました。10連目、今の終わったと思ったでしょ、さすがに。昨日までね、僕たち行くとこで雨に打たれてジメジメしてたので、なんかこの晴れやかな天気がすがすがしいですね。まあ、ハーデスは2期目以降の布石です。ハーデスで投資して2期目以降で逆転する、そしたらハーデスに座ってよかったですねって言えますね。行きますか、どうなることやら。いけそうな感じになってきましたね。これ逆転あるんじゃないですか。もうあと350何枚というところ、このボーナス変われば350枚ですもんね。さあ、これでボーナスが15回となります。全てハイペースなスボーナスですが、途中まではあと350枚ほど。1回来ればかなり近づきますけどね。さあ、15連目が終了です。でしたので、ハイパーハイビスカスボーナス要は一気に近づくというところでしたが、これはいいところで来ましたよ。今日初めて中並ぶろいです。嬉しいな。ちょっと一回写真撮らせてください。参ります。さあ、ようやく赤並ぶろいのハイパーハイビスカスボーナスとなりましたが、こちらはですね、まあ、獲得枚数はおよそ250枚となってますから、ハイビスカスボーナスの2倍以上の獲得となります。1500枚以上にはなります、総獲得枚数も。ここでさあ、これで今日初めてのハイパーハイビスカスボーナスが終了となります。ボーナスは全部で16回あります。そして投資の1692枚まではあと107枚です。逆転なるか、17連目があるかどうか、ここにかかってます。
らうとか、そんな結末は嫌だ。17年目はない。ちょっともうあと2回ボーナスが来れば逆転というところでしたが、届かなかったですね。あと100枚ちょっとです。いや、しかし検討しましたよね、ロスアイランド2ハーデスト。このロスアイランドで合計36本の年ありましたが、そのほとんどは取り返しました。しかしまだ若干のマイナスという状況です。あらあら、やめますか、やめましょうか。一回ちょっと計算して持ち込みがどれほどあるか確認します。現在持ち込みの方が1430枚ということは262枚のマイナスですね。262枚のマイナス。ここはロスアイランド2じゃなくてもいいでしょう。メドン一国ならまあワンピック、回りましょう。だいぶ取り返しましたよ。でもこれで、はい、実戦終了でございます。今日はこちらKパワーズ大阪本店さん、朝から多くのお客様いらっしゃいました。まあロスアイランド2惜しいところまで行きましたね。あとちょっと、もうあと2つぐらいボーナスくればっていうところまで行ったんですが、結果逆転することはできずに1692枚の投資に対しまして1406枚の交換枚数となりましたので、今日はマイナス286枚です。そうですね、551はマイナススタートは残念ですけれども、まあ、今日は大きなマイナスになりかねないような中盤の展開から、まあ、負けなんですけど、まあ、200数十枚のマイナスならまあまあいいかなという感じで今日はやめました。やっぱりもう抽選で早い番号のお客様が行かれる棋士っていうのはある程度こう固まっているようですね。またこちらお邪魔する際にはしっかり抽選から早い番号を引いて、今度は早い段階でピシッとプラスを出せるようないい勝負ができたらなと思ってます。以上、シーサーの街道日記第551話でした。次回の街道日記は、朝一台に大きな展開がないシーサー、勝つために機種を変えていくが、果たして。次回、シーサーの街道日記第552話、その先へ。次回もよろしくお願いいたします。